こんにちは、ドルフィンアイズダイビングスクール小田原です。今日は水中で呼吸する機材レギュレーターの分解整備をしています。これから部品の乾燥作業に移りたいと思います。こんなような形でこちらを使って、部品についた水滴を飛ばしていきます。当ダイビングスクールにはエアコンプレッサーといいまして、空気を圧縮してこのように飛ばせる、そういった設備が、10年前からもう用意されています。効率よく皆さんの機材を整備しています。